皆さんこんにちは、岡田真央です。今回はですね、いつもと違う感じの企画になっております。ドライブしながら語っていくことです。これは今後私がやっていきたいと思っている子どもの未来のための教育とか、そういうのに関して、子どもたちとか大人たちにちょっとでもなんか心に残ってくれることがあったらいいなと思って話す企画です。私も全然まだ若輩者なのでね、なんかこう、あ、そういう考えもあるんだなとか、そういう感じで聞いてくれたら嬉しいなと思います。ズバリテーマは多様性です。今日は多様性について、今から友達を迎えに行くので、その子と一緒にドライブしながらいろいろ話していきたいと思います。それでは迎えに行ってきます。こんにちは。こんにちは。久しぶり。じゃあとりあえず自己紹介してもらっていいですか。自己紹介。はい。ヒルライアンです。ヒルライアン。愛知県出身の元バスケ選手です。大岡学園からアメリカの IMG アカデミーへの入学を経て、ルイジアナ州立大学へ進学。その後日本へ戻り、トヨタ自動車アンテロープスへ入団し、2019年に引退。それまでのヒルリナという名前からヒルライアンに改名し活動しています。そして2021-22シーズン、 B リーグの熊本ボルターズの通訳兼アシスタントコーチにも就任しました。個人的にも育成世代に必要な教育として EQ の資格を取得していて、熱い思いを持っているのです。 EQ についてはぜひ調べてみてください。本当にこのことはいつあっても熱い話をしてます。ということで、今回はこのライアンと一緒に教育や多様性社会に対しての向き合い方など話していきたいと思います。私さ、スタバかなんかのドライブスルーに行きたい。あ、行きましょう。僕はちょっとあのアイスコーヒー欲しいな。あ、そうだよね。一応目的地、スマホを出してもらっていいですか。いいですよ。どこがいいんだろう。あの、自然豊かな方。自然豊かな方に向かっていきます。そう。お台場の方かな。お台場の方とかもありかなと思いましたけど。そうです。そうします。そうしましょうか。というわけですね、このライアンと今日はいろいろ話したいと思うんですけども、ちっちゃい頃とかってどうだった？何心っていうの、物心が。物心ぐらいの時は活発だったのが分かるのと、すごい楽観主義だったと思うんですよ。なるほどね。それなのもあって、僕はそれがすごい、あの、自分を助かったというか、すごいいい方向に向けてくれたと思うんですよ。自分の、なんか、ちょっと、もしかしたら違うかもしれないって思う時があるんでしょ。何か違うなってのは分かったんです、は思ってたんですけど、具体的にそれが何かも分からないし、あと、カルチャーというか、国籍的にも、まあ、父親がアメリカ人で母親が日本人で、多国籍なのもあって、いろんな意味で多数には当てはまらないのは知ってたんですよ。それは知ってる中で、当てはまらないとか違うことが嫌って感じたことがあんまりなかったのも、まあ、友人とかも、家族とかもそうですけど、その否定的な態度だったり、それこそいじめとかにもあったことないですし、ちょっとした言葉のなんか、なんていうんですか、ちょっといじりぐらいのなんか外人みたいなやつだったかもしれないけど、そうなんだ。それもなんか、まあ、友達同士の、まあ、許せる範囲内の、なんかおちょくりというか、茶菓子だったのかなぐらい。あ、じゃあもう自分があんまりその傷ついたみたいなことはあんまりないんだ。幼少期はそんなにない。自分とこの、なんだろう、向き合ったり、その模索するみたいなのは、自分の中でいろんなのはありましたけど、それが周りからとか、自分の外のものから傷つけられたっていうのは、あんまりあのなかったと思います。それは本当、素敵なみんなでよかったわ、周りが。いや、本当にそう思います。なんか、周りの何かによって、自分が間違ってるとかっていうのを感じることあんまりなかったからこそ、この自分で自由に模索できるスペースが与えられたのかな。あの、自分がどういう決断しても周りが受け入れてくれるだろうという安心感とか信頼もあった、そうでしょ。それをだから周りがね、作ってあげるのって本当にめちゃめちゃ大事だよね。その安全というか信頼みたいなのを、本人がまだいろんなことに対して悩みだったり、いろんなことがある中で打ち明ける準備ができてない時に、
は絶対打ち明けないと思うんですよ、うん、どんなに例えば周りが、うん、聞いてきたりそれも優しさとか思いやりで聞いてはいても、うん、本人が準備できていない時は打ち明けないと思うんですよ、うん、だからこそこのもし準備ができて打ち明けてきた時は何でも、うん、そのまあ無条件の愛じゃないですけど、うん、受け入れるよっていうことを普段の行動だったり言動の中で示してあげられることが友人だったり家族だったとしても一番大切なのかなってのは。本当そうだね。普段の会話でだよね。ああいう人嫌だよねみたいなそういうなんかのマイナス意見、はいはい、別にその人が悪いことしてるわけじゃないのに何かをこう否定したりとかをしすぎてるとちょっと怖いよね。そのなんかそう受け入れられないかもしれないなとか言うので言いたくはなくなっちゃう。いやそうだ本人に直接じゃなかったとしても、うん、例えば、まあ、ゴシップだったり的な感覚で、うんうん、街中ですれ違った人だったり、うん、ちょっとレストランでなんか会話が聞こえてきてとか他人かもしれないですけど、うん、その人に対して何かコメントをしたりするときに、うん、否定的な表現とか入っちゃうとは、うん、いざその何かを打ち明けるってなったときに 100% 信頼できて、うん、これ言ったら本当に受け入れてというか、うん、そのまま言った後から何か変わらなかったりとかするのかなっていうのが、そうだよね、ちょっと不安になっちゃったりとか、うん、関係性がね、その言った後の関係性が変わるかもしれない人かもしれないなって思っちゃうかもしれない。私で言うと幼少期とかにみんなと違うなって思ったところといえば何なんだけど兄弟多かったし、はい、その兄弟多いのよ、4人なのよ。そうで一回ちょっとうちの家計がすごい苦しくなったのよ、はいはい、子供の時に。でその時に遊びに行く時にお金ちょうだいとか言いづらいわけよ、うん、私親にね、はい、そう でもまあみんなは普通にこう約束してじゃあ遊園地あそこ行こうとか言うわけだからどうしようかなとかいうのをいろいろ考えながらあのバスケしてたから時間もなかったからあれなんだけど、はい、お金がないって言うのが恥ずかしいとか、うんはいはい、かわいそうと思われるのが嫌だとかなんかそういうのがめっちゃあって、そう多分気づかれてはいたかもしれないけど自分からそんな言えたりはしなかった。そんなにその家庭がどうとかとかいうのは、でも私は楽観的だから別にそれでも楽しかったしバスケしてたっていうのもすごい大きいと思うんだけど、夢中になれるものがあるみたいなのってやっぱ自分とか家庭とかに何かこう問題をかけられてる子ってすごいあの救いだなとはすごく思うんだよね。場が与えてくれるものって本当にただ競技を楽しむってことの他にそれこそ自分の成長を育む場だったり、いろんなその悩みとかいろいろあるのもコートに出てコートに立ってる時は競技自体に無我夢中になれるというかっていうところでまあ自己表現だったりっていう、それなんか本当スポーツのなんか醍醐味って一番美しいところだろうって思ってるんですよ。それは本当に私も本当にすげえ思います。バスケはツールでしかないって思ってるのもトップ選手なのってめちゃめちゃ一部だからなりたいって子は もちろん目指せばいいし、でもその目指す過程が一番大事。そこをなんか指導してる人にはちゃんと分かって指導してあげてほしいなっていうのはめちゃくちゃあって、勝つだけが全てでもないし、まあ、目指すのはもちろんいいんだけど目標があるのは目的が勝つことになってはいけないなとは思うんだよね。共通の目標に向かって、うんうん、それぞれがまあ自分の役目だったり、うん、どういうところで貢献できるかっていうところで、まあ、自分の役目を果たすとかっていうのはすごい大事だと思うんですけど、うん、勝てなかった時でも、うん、そのまあ家庭の中に、うん、なんだろう本当の勝利じゃないですけど、うん、とかあったり、うんそうなんだよね、一番大きな学びとか気づきとかがある場合もあるから、うん、必ずしも勝ったっていう結果だけが評価されるべきではないなっていうのはすごい思う。いや大人はそこを見てあげてほしいよね。だから家庭の部分をちゃんと褒めてほしいというか、他でしか褒められなかったらマジでそういう子になっちゃうからね。怖いのが結果ももちろん大事なんですけど、うん、でも結果につながった努力の部分とか、うんうん、その家庭の部分を褒めてあげることによって、うん、努力し続ける力だったり、そこからまたどんどん学びを続けるとかっていうところのマインドを育めると思うんですけど、うん、ダメだったら結果がダメだったらお前はダメって言われたら自分はできないどうせできないって思っちゃうもんね。そうなんです。頑張ろうとする心が失われていくよね。それがすごい怖いなと思う、うん。まあ、大人もそうかもしれないけど完璧な人なんてさいないんだからさ、いないずっと頑張り続
名付けなきゃいけない生物だからさ。本当に生涯学習者だと、うん、親とかはもちろん結果に対するあれは言ってはいいけど、頑張ってたかどうかもちゃんとそこまで見てほしいよね、うん、ただただやれって言って見てなくて結果だけ見てダメで叱るとかじゃなくてさ、寄り添い方がねなんか大事だよね。めっちゃ大事。本当にそうどうするのがいいのかとか、そのあそうですね、そう多様な社会の中でどうそうそうコミュニケーションだったり関わり方が正しいのかみたいなところとか、無意識に傷つけないようにみたいなのもあるじゃん。あくまで僕の考えというか、うん、突き詰めるとっていうんですか、突き詰めると、ね、実際このコミュニティに属しているから特別何かコミュニケーションの取り方を変えなきゃいけないっていうよりは、うん、人への その尊重の心だったりっていうところの表し方が、表現の中で相手を傷つけてしまわないように教養だったり知識をつけたりっていうところが大切になってくるのかなっていうのは思ったりもするんですけど、コミュニティとかに関わらず相手の、まあ、育った環境だったりバックグラウンドだったり、まあ、文化とか人種とかもいろんなものが違う中で相手を 100% 理解するっていう方が僕はすごいほぼ不可能なんじゃないかなと思ってて、無理じゃないですか。その中でただできるだけ相手の立場を理解しようと努める、どっちもがその努力をすることが大切なのかなと思っていて、ただでもこれなんか難しいのが、特にセンシティブなトピックだったり内容であればあるほどすごい気を使ったり、まあ、その表現一つだったり そのコミュニケーションの取り方とかアプローチの仕方一つすごい気を使ったりもすると思うんですけど、神経質になりすぎてもなかなか、うん、そうだよね、フローがなくなって自然な感じがなくなっちゃったりっていうする中で、そう特別扱いもどうなんかなみたいなところも、それが本当に日常の一部であることの方が自然なのかなと、うん、そうだね。それって普通の自然の会話の中でさ、恋愛対象とかの話をするときに理想の世界になったら、そういうときってどういう会話を繰り広げたらいいんだと思う？僕がこう聞かれたりこういう風にコミュニケーション取ってくれたら嬉しいなって思うから、それがみんなに当てはまるかどうかわかんないんですけど、ただ一つ何に対しても言えることかなと思うんですけど、何かを特定したりそのインクルーシブというか、まあ全ての人を含んだ言い回しとか表現にすると、例えて言うとパートナーだったり好きな相手が聞くときに彼氏彼女とかっていう聞き方をすると、まあ彼女だと女性と特定したり彼氏だと男性と特定したりっていう、まあその相手を特定しないような恋人だったり好きな人とかパートナーとかっていう言葉選びっていうんですかね、そこは本当に無意識だもんねみんなね。難しいですけどね、全然その悪気なく今までの日常の中で使ってきたことを使ってるから、だからそういう人たちが普通にいるということを知ればそれもなくなってくるというかね、その外国人の方が増えていったりとか、うん、違う文化の方とか、まあ、いろんな人種の方とかがいたときに、日本の中で生まれ育った人たちの中でもいろんな常識が、あるのと同じような感じで、その日本で生まれ育った中の常識が絶対に他者にも当てはまるわけじゃないところを、まあ、先にもう理解しておくと、違いがあって当たり前、違いを、まあ、喜び合えたり尊重し合えるようになってくると、知らないとか違いを知ることが楽しくなったりとかっていうのが一番めちゃくちゃポジティブでいいなと、そこがなんか知らないことを知った時に、まあ、自分の知識やったり教養が増えたってことじゃないですか、今まで知らない、そうだね、なんかそれを素直に喜べるようになると、なんかあんまり知らないは恥でも何でもないしっていうところになっていったらいいなっていうの、それは間違いないね。素敵だね。なんかそれも周りがね、知ってる人がその知らない人をバカにしたりとかすることがないようなね、そういうのも大事だなと思うし、めちゃくちゃ大事だと思う、ね、でこの知らないのスタンスというか姿勢も大切だと思ってて、知らないがために相手を傷つけてしまう場合とかもあるじゃないですか、例えばですけど、この人はこんな表現をして自分が気づいたからもう嫌だっていう、どっちがもう寛容な心で知らなくて、あ、知って楽しいって思ってる側のその過ちというか、もうどっちも許せるというか寛容に受け入れられる、もし傷つくことを言われたとしても、あ、この人知らない
ないから言っちゃってんだなって思ってそこを伝えてあげるとかね。でそしたら、あ、そうなんだごめんねってそっちもちゃんと知らなかったってちゃんと素直に言うっていうのも大事だよね。っていうのができたらいいなって、うん、めっちゃ言葉で言うのはめちゃくちゃ簡単でいいから、そういう場にいると、うん、やっぱりいろんな感情が生まれてきたり、うん、瞬間のそのリアクション的に、うん、あって言って守りに入っちゃったりとかっていうのも分かる中で、この我慢強くいる必要性もあったり、うんうんうん、まあ、この寛容な心だったり許す姿勢みたいなのも問われるから、ね、簡単にできることではないのは分かってるんですけど、うんうんうん、それでもそうなって、それが理想だもんね。それが理想で、ちょっとずつ最初は本当にちょっとずつ意識を、うん、意識を向けるぐらいでのスタートでいいのかなっていうのは思いますね、うんうん、いやそうなんだよな。It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now.